イワン・イリーチ・モジューヒンは、ロシア帝国、フランスの俳優、脚本家であり、フランスの映画監督、撮影監督である。フランスでは、イヴァン・モジュキーヌ、アメリカ合衆国では、ジョン・モスキンと名乗った。1889年9月26日、ロシア帝国のサラトフ州、ペンザ近くの小村コンドルに生まれる。モスクワに出て、モスクワ大学で法学を学ぶ。 1908年、映画に出演をしたのをきっかけに、友人と演劇を始める。1911年、ハンジョンコフ紹介を率いるアレクサンドル・ハンジョンコフが、制作したワンシリー・ゴンチャロフ監督の映画、セバストポリの防衛に出演する。ペーター・セルギー。1917年の2月革命勃発を受けて、ハンジョンコフと共に、クリミア半島のヤルタに移住。 白軍に守られて映画出演を続ける。1920年、監督のアレクサンドル・ボルコフらとともにフランスに移住した。ロシア帝国の時代にすでに80本以上の商業映画に出演したが、ソビエト連邦成立後は過去に出演した作品のすべてが没収されて国有化され、検閲された。翌1921年、同地で、 映画、シャニクサ祭の夜を監督、監督としてもデビューした。マルセル・レルビエアベルガンスの映画に出演し、ルドルフ・バレンティノに被され、ロシアのバレンティノと称された。1926年、ユナイテッド・アーティスツに接触して、アメリカに進出、エドワード・スローマン監督の幸福に出演するが、翌1928年には、ヨーロッパに帰り、 ドイツを中心に映画に出演した。1936年、ジャック・ド・バロンセリ監督のフランス映画、地中海に、脇役で出演したのが、最後の映画出演となり、同作は日本でも公開された。1939年1月18日、フランスのオードセーヌ県ヌイッシュルセーヌで死去した。マミ49歳没。すでに、模ヒンがフランスに去った後、 ソビエト連邦が成立した1922年、映画作家、映画理論家のレフ・クレショフが、全ロシア映画大学学内で行った、映画の編集と映像が持つ意味の関係についての実験に、模ヒ品の出演作品のアーカイブフッテージが使用された。小説、ロリータで知られるウラジーミルナボコフの自伝、記憶よ、語れの中では、模ヒ品のファンだった。 ナボコフ少年が、ヤルタでロケ中だった、模獣品本人に遭遇するエピソードがある。ありがとうございます。